スイート。付録はリップ&チーク。じゃん。ペイント。プロデュースした人が4人いるみたいですね。ゼオワン、サエコさん、ソフトピンク。ミラーがついてるのすごいいいですよね。スウォッチしていきます。ほとんど色つかないだろうな。ここ後で別撮りしよう。2番、02はイガリさん。青みピンク、パープルピンクかな。多分ね、ブルベだからこれが合う。3番目、03、三船さん。これはイエベ向けですよ。イエローがミックスしてる。コーラルピンクかな。私が似合わない色。これもちゃんと発色する。ラスト。04、リホさん。レッド。ちょっと落ち着いたレッドですね。一番色が濃い、やっぱり。わかる。ケースと同じカラー、そのまんまの発色です。2番がブルベ向け、3番がイエベ向けですね。サイズ感はこれ目薬です。こんぐらいのサイズ感ですね。これ買った理由なんですけども、多分前回スイートの付録紹介で、次回号付録これって言って、でも使い方はチーク&リップじゃない、違う使い方をするお楽しみにみたいなことを言ったと思うんですけども、どういう風に使うかっていうのをこれからやっていきます。これはカバーマークのフローレスフィット。これもねすごく良くて、これごと持ち歩いたんだけど、まあ、ファンデーション兼コンシーラーみたいな、カバー力すごいんで。ただこれミラーがないんですね、ノンミラー状態。そこでこれミラーがある、かつミニサイズ。こっちに詰め替えようと思ったの。中を全部取ってカバーマークを入れ替える。そんなにね、たくさん持ち運ぶ必要ないから、もうこれで十分、十分ですね。持ち運び用としては。で、これは、モバイル。モバイル用。この方が、使い方として私は、自分にとってはありがたい使い方。じゃあ、メイクしていきます。リップからやっていく。この一番濃いレッド。リホさんの、04、あとはこちらの一番明るい01、サエコさんの、この二刀流でいきます。こちらのレッドを、ね、私は輪郭をきっちり描きたい方なので、リップブラシを使ってこの口角を中心に描いていきます。トップはまだ描かない。今こう輪郭を描いたのと、あと口角のところにこのレッドのリップを使いました。で、中央は開けてます。中央にはこの一番明るいピンクのサエコさんのこちらのカラーを使います。これね、指でついたかついてないかわからないぐらいすごく白いです。これを中央にポンと置きます。ん？私がなぜこの2つのカラーを選んだかっていうと、単純にこちらが奥行きがあるようなこうダークな感じ
で、こちらの方が前に出るような明るい感じっていうだけじゃなくて、実を言うと上書きの成分を見たんです。ベースとなってるのがミネラルオイルなんだけど、最後の方にカラーもの色が入ってるんですけども、2つとも似てるんですよ。トップの成分からずっと同じで、最後に一つだけ成分が違うの。それは酸化鉄、酸化鉄。これね、2つとも成分途中まで同じだけど、1個だけ違うのがこちらに酸化鉄が入ってる。唯一それだけ。酸化鉄は色味を濃くする、まあ、黒っぽいイメージですね。なのでこれに酸化鉄を入れるとこれになるみたいな。だからまあ相性はいいかなと。酸化鉄が入ってるか入ってないかの違いなので、きっと相性がいいだろうと思って、それで使ってみました。このね、口角の方に行くと奥行きがある感じになるから、そこに酸化鉄が含まれていると、そんな感じ。あとは目元かな。次に目元いきます。目元これ使おうかな。一番明るい色でローワンのサイコさんの。私ね、目の周りにピンクがかったメイクって絶対しないんですよ。あのすぐに赤くなっちゃうので腫れた感じになってしまうんですよね。だからハイライトとして使う。直接このまんまこの付録の成分をくっつけるの怖いので、アンブリオリス有名ですよね。メイクさんがよくこれを下地として使いますね。そのアンブリオリスのちょっと色味がグリーンなんですよね。わかるかな。ブルーじゃなくてグリーンなんですよ。まあ、グリーンとブルーをミックスしたような色なんだけど、多分ね、鮮やかなブルーと並べるとその違いがすごくわかるんですが、私はこちらのグリーンを使ってます。理由はブルーよりもグリーンの方がより敏感肌さんにはおすすめなんですよ。なかなかグリーン見つからないんですけどね。これをねベースになじませておきます。指の体温でもうしっかりアンブリオリスをなじませたつもりです。一番明るい01のカラーを小指に取って塗っていくんですが、この時にガチャガチャサッサってやるんじゃなくて、ここにねちゃんとなじませるように体温でしっかり温めて溶かしてから置いていきます。なんでこう素肌に置くとき、素肌というかこうお肌に置くときに体温で一回温めた方がいいかっていうと、これミネラルオイルだからオイルなんですよね。でオイル系はあったかくなると緩くなってなじみやすくなる。冷えると固まってきちゃうので、だから今固形状態だと思うんですけどね。それを温めてとろけて冷えちゃう前に塗るんですけど、このね涙袋のあたりって体温が低いんですよ、指よりも。なので冷えてる涙袋に置いてから伸ばしてたら冷えたまんまでうまく伸びないから、ちゃんと温かい指で伸ばして。あ、皆さん指先って皆さんの指先温かいですか？私めちゃめちゃ暖かいんですけど、まあ、手をね温めてから。この鏡、このミラーは目は単体で見えるけど全体像が見えないな。ちょっとここはやっていきます。ああ、ほんのりピンクホワイトになったね。
この違い、これ何にもしてない、クリーム塗っただけで、こっちがピンクホワイト入れてる。明るくなるね。あと血色が良くなるから、クマとか血行がね悪くて、ここら辺ちょっと青みがかってる方はこれいいんじゃないですか、この目の下の明るさをプラスするのに。じゃあこっちもやっていこう。この鏡だとねちっちゃいので、中野明美さんの鏡を使おう。これはグローの付録、つい先日の付録です。ほんのり乗ったんだけど、ちょっと汗かいてるね私これ。もうねお気づきの方いらっしゃると思うんですけど、このゴム美人百花の付録、春ぐらいだったかな、赤のこのゴムと、あとねバレッタがあります。これはすごく長く持ちますね。いいお品でございます。下に忘れなければリンク貼っておきますね。で目は今マスカラとか、あと上まぶただけはアイシャドウの、まあ、ラインを描くくらいかな、パウダーでやりました。でいつもながらここ最近は眉何もしてません。ここはアレルギーがね出てきちゃってるので、もう何もできない、パウダーも何もできないので、このままでいきます。決まってないな、眉って重要ですね。けどまあしょうがないな。ではチークで、私チーク一時期やってた頃もあったんだけど、もう全然最近してなくて、でもともとチークは苦手、理由はもうチークしなくても赤くなるからです。うん、血管がね浮き出てるのかな。付録のお試しってこともあるので、チークやっていきますかね。とはいえアレルギー反応起きやすいところを避けてチークをしなきゃいけないっていう、ちょっとね難しい課題なんですけど、このねややオレンジ系はもうイエベさん向けで絶対私には合わないので使わない。だからこういう風にちょっと汚いけど見た目、これはカバーマークのフローレスフィットをすくってこの中に入れて、ここにね便利なことに鏡さんがありますので、こうお直しの時に使おうかなと思いますけど、その前に今ねファンデーションすらできないから、これを使う日は来るのだろうか。この4つのカラーの中で唯一イエローの着色料が入ってるのが、唯一これだけイエローの着色料入ってます。でこちらの青みピンクはもうブルベの私にとっては大好きなカラーです。ただその中でもパープルが強いし、すごく明るい感じで、一歩間違ったら何こうヤンキーな感じになると思う。ヤンキーっていう、女の子のヤンキーは何て言うのかな。じゃあこれをここに直接使っていくのかっていうと、そうじゃなくて少しね合わせ技をしていきます。でムラにしないようにするには、ちゃんとこう指の体温で伸ばして、指で温めてなじませるようにしてからこう使っていく。指の中で一番太いの親指だから、親指で乗せた方が効率がいいし、あのムラになりにくいわけです。だから親指でやっていくのですが、ちょっとねまた合わせ技をしていきます。親指で温めながらゆるーくなっていくミネラルオイルちゃんをゆっくりと親指になじませて取っていく感じ。はい、そこで次に登場するのがこちらのカバーマークフローレスフィット、これをですねもう片方の親指に取ります。これはすごいバシッて取れちゃうので本当にちょっとですよ。
当にちょっと結構取れるんですよ。注意ね、注意です。でこれはあの青みが入ってない、イエローじゃない、かといってブルーでもないので、これとこれをね合わせ技でミックスします。若干こう青みを帯びたクリームコンシーラーもしくはクリームファンデになります。でここにねポンポンって置いていく、うん、でこっちもここら辺はあんまりアトピー出ない方だからね、ちょっと後ですぐに顔洗うけど、もう何もつけてない指の腹で周りをぼかしていく。本当はねこういうのも消したいんだけど、ここは今アレルギーなんで薬ぐらいしかつけちゃダメ。しみるしみる痛い。そうするといつものフローレスフィットが青みがかってくれるんです。あのカバーマークってあのスティック細いスティックのでイエロー系とブルー系と出てるので、ちゃんとブルベ用のラインもあるんですが、フローレスフィットはブルベ向けって感じのがあんまりねないんですよ。そう、そこで自作のブルーがかったフローレスフィットちゃんを作りました。そう、いろいろね使い道あると思います。フローレスフィットってすごい優秀で強いカバー力なのに、カバー力高いのに肌への負担が少ないんですよ。フローレスフィットはかなりアレルギー反応を起こしにくい方ですね。うん、はい、こういう風にこのゾーンだけでもカバーするとなんか全体にメイクしたような印象になると永井香織さんメイクアップアーティストの永井香織さんがおっしゃってましたので、確かにここだけでもカバーマークさんでやると他もあたかもメイクしているように感じますが、ここドスピンドスピンドスピンでございます。使ってるメイクしている部分はポイントメイクの今やったリップアイ、あとこの三角ゾーン以上。リップ&チークを今回の付録で購入された方は使い方としてそれ単体で使おうとしなくてもいいと思います。例えばまず唇だったらば濃いレッドを口角に置くことで奥行きを出し、このトップの部分は一番明るいから01のサイコさんのかな、これで立体感を膨らまして立体感を出すっていう使い方があるから、2色使いで、あ、1本多い2色使いで使うっていう手もあるし、あとはこの頬の部分でそのまんま赤みをねポンってのせたい人は、そう、このリップ&チークの色を多めにとって、ただちょっとこうそんなに強くつけたくないっていう人は今みたいに他のいつも愛用しているファンデーションやあのクリーム系のコンシーラーとかにこうミックスして、で割合は自分で調整してベストなカラーをあの自分なりにこう研究してで乗せると、こんな風にいつものフローレスフィットがブルベ用に変身するっていう、うん、あ、そう、フローレスフィットはですね一応カテゴリーはファンデーションになってますが、とんでもないカバー力なので、私はファンデーションとして全部には使ってなくて、気になる部分を隠すのに使っているから、コンシーラーとしての役割の方がちょっとこう多めですね。あとアイメイクは私もとにかく赤系使いたくない派なんですが、でも唯一01の一番明るいカラー、これはハイライトっていう位置づけで考えるならば、ここら辺をハイライトにするのはありかなと思います。ちょっとねコスメだから成分心配なんでチェックしていきますね。4つとも結構成分似ています。カラーがちょっと違うだけですね。成分はどれも一番上にトップに
ミネラルオイルが入っています。ミネラルオイルって聞くとすごくいいイメージある方多いですかね。私はミネラルファンデーションがこの世に出回った頃からミネラルっていうだけですごくいいというふうには思ってなくって、ミネラルって日本語で言うならば鉱物だから、ミネラルオイルは鉱物油なんですよね。鉱物油不使用とか書いてあるの見たことありませんか。でね、2番目の成分として、これもね4つとも同じですね。2番目に来てるものは同じ、パルミチン酸エチルヘキシル。パルミチン酸は脂肪酸ですよね。でね、エチルヘキシルがエチルだから、これがアルコール系なはずなんで、アルコールは私すごく肌が苦手だと感じやすいから、このねお肌ちゃんがアルコールに耐えられるかっていうところ。なんかね、ストロベリーの香り、いちごの香りって書いてあったんだけど、確かにねこれは特にミルクイチゴって感じ。これ見たことある人いるんじゃないかな。似たようなのありますよね、これね。私ね原宿よくお買い物してるけど、原宿の竹下通りの途中に確か 3CE って読むんでしたっけ、 3CE のこの三角形のトライアングルのマークのお店ができて、これなんだろうと思って行ってみたんですよ。韓国コスメなのかな。そこにこれと同じのがねあります。デザインは違いますけど形がほぼ同じハートで、同じくチーク&リップで、カラーが5色だったかな、5カラー展開で。ただねお値段が確か800円ぐらい、その前後あたりだったの。880円、本紙を考えないならば1個あたり220円でしょ。全然安い、こっちの方が。